横山円達は大正、昭和期の漫才師、俳優。本名、石田正美。花火師や茶子とのコンビによって、それまでの一漫才に代わる、現在のしゃべくり漫才のスタイルを発明し、今につながる漫才の形式の基礎を作った。漫才作家、秋田実の良き相談者として、情報漫才、喜劇の交流に大きく貢献した。横山の帝号を名乗る漫才師一門は円達を始祖とする。横山のっくらは弟子にあたる。吉本新喜劇初期の出演者でもある。兵庫県有馬郡三田町横山で生まれた。祖父は元藩医で、父も医師であった。近所に軍人が多い環境で、父も軍医になって日露戦争へ出征したため、祖父母のもとに預けられる。終戦後、復員した父は、姫路市で医院を開業。それに伴い一家は、姫路に移り住んだ。旧制兵庫県立伊丹中学校を2年で中退し、馬族になると言って家出。大正の初め頃、ソウルに住む叔父を頼り、朝鮮へ渡ったが、面倒を見られないと言われ、叔父宅での居住を断念。その後、職を転々とした。演歌師に、弟子入りしたり、炭鉱で働いていたこともあったという。1914年、新派の綾田五郎一座に入り初舞台。役者としての活動を始めた。満州、大連で新派連鎖劇の一座に入り、旅順、奉天、長春と巡業をしていたとき、座長が裁判官に拘印され一座を解散、残った仲間で、満州で、小中村千代兵衛の一座に転じた後、鉄嶺では活動写真巡業隊に入って、聖職師をやったが、うまくいかず、帰国した。その後、時田一俵一座に入り、横山久吾を名乗った。横山は、出身地から取ったもの。堀越一丁一座に転じて、横山太郎と、改名、多くの巡業劇団に参加した。1919年、花火師や茶子と一座を組み、幕間に、しゃべくり漫才を支援するが、この時は不評に終わった。1922年、本格的に漫才を始める。東京を拠点に活動を始めた。1923年夏に、横浜の朝日座と契約し、漫才、民謡、安季節の芸人らと合流。同年9月、巡業中の横浜の旅館で、関東大震災に遭遇し、倒壊した旅館の3階部分から地面へ投げ出され、鼻を骨折するなどの重傷を負ったため、一時帰還している。1928年頃から横山円達を名乗り始めた。東京、蔵前に住んでいた当時の円達の痩せた風貌が蔵前のランドマークであった東京高等工業学校の煙突を思わせたことから芸人仲間に円達と呼ばれていたことが由来とされる。初期には円達の字を当てていたとも、横山円達と名乗っていたともされる。1929年に自身の一座を結成し、同年8月31日から漫才師、浪曲師、踊り子など9人を引き連れて、半年間アメリカ巡業に出る。興行的に失敗したが、そこで見たチャップリンなどの喜劇に大きな影響を受けた。1930年に吉本興業に入社。秋田実の助言で漫才師として初めて背広姿で舞台に上がった。卵屋円達や砂川捨て丸に代表されるように、従来の漫才は鼓を脇に持ち、和装であったものを当時流行し始めた背広姿で、当時人気のあった東京六大学野球からネタを取った早慶戦などのネタに代表されるように、サラリーマンの日常会話を思わせる話題選びと展開の形式は画期的で当初は舞台に出るとほんまの万歳をやれと野次が飛んだというがやがて没効したばかりの中産階級層を中心に人気を博していった。コンビが1934年に東京の新橋演舞場に出演した頃には漫才は落語と並ぶ地位を得たと言われるようになる。この東京公演の期間中、あっちゃこが中耳炎を悪化させ、それが元で大阪に戻って間もなく入院してしまう。その後も舞台で円達あっちゃこのコンビが復活することはなかった。円達あっちゃこの本格的な活動期間は延べ3年9ヶ月であった。1941年、円達は爆笑円達劇団を旗揚げし、全国巡業を開始した。左から横山円達、秋田実、古川六波。戦後、円達は NHK で、気まぐれ消防と、円達ちょびひげ万有記、円達の名探偵など、長期にわたって、ラジオ番組のレギュラーを務めた。これらの番組は東映で映画化され、こちらもヒットとなった。ただし、アチャコの戦後のしたたかな大成功と比較すると、見劣りがし、漫才コンビ時代と立場が逆転することとなった。息子である花木圭には、自分には芸の力がないと弱音を吐いていたこともあったという。1953年12月24日に、千日前グランド劇場改築の落とし公演で、円達は、アチャコと久しぶりに客の前で漫才、僕の家庭を披露した。同演目は1963年には NHK で放送された漫才の歴史の番組、漫才繁盛記においても披露された。円達は1969年、大阪市から市民表彰を受けた。1971年に、脳梗塞で死去した。74歳没。中村種春、花火師アチャコ、杉浦江之助と組んだ。服部時計店前を闊歩する横山円達と花火師アチャコ。多々数1936年の公開の呆れた連中を皮切りにアチャコとのコンビで多くの映画に出演。出演シーンは決まって演技中に突然往年のヒット漫才を始めるというものだった。当時は揶揄されたが現在ではコンビの芸の記録した貴重な資料となっており、情報漫才黄金時代の CD ボックスでこの時演じた早慶戦が収録された。ありがとうございます。